はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本中央線快速電車の発着する1番線2番線ホームに来ております。久々に中央線ですね。本日湘南新宿ラインは東海道線内での踏切安全確認の影響で東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ていますという表示が出ておりますが、今回本日はですね、中央線の話題になります。中央線の E233 系、グリーン車の導入ですごい話題になっておりますけれども、このあと1番線に来る10時27分発の電車、この電車がですね T71 編成というちょっと特殊な車両でして、他の編成にあるものがなかったりとか、まあ多分転属するんだろうなっていうのがですね伺える車両になっておりますので、そちらの解説をしていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。中央線の快速電車ですね、グリーン車導入に伴いまして基本的には4号車に、トイレが設置され始めまして、T71 編成とあともう1本付属編成 H 何編成かちょっと忘れちゃいましたけど、この編成を除いてですね、もうトイレの設置が完了しております。このように、まあ、これがあのハチトタっていう所属兵器表記もですね最近消されてるんですけど、サハ E233 の505ということで5番目に作られた編成ですね。でこちらの4号車を見てみますと、このようにですね車椅子対応のトイレが設置されております。これが当たり前、最近の中央線快速電車では当たり前になっております。しかしこの後1番線に参ります T71 編成は、中央線の中でも一番新しい E233 系です。山手線の E235 系の後に製造された車両でして、この車両だけですね改造が全然されてないんですよね。グリーン車導入の改造もされてないですし、4号車にトイレの改造もされていません。つまりですね、これはほぼ間違え？あれ？君かい？うわ、運用変わってる。運用変わってる。そういうこと。まあ確かにこれ4号車にトイレないんですけど、いやちょっとまあいいか。まあしょうがないですね。4号車、こちらですね T71 編成の代わりに来ました209系1000番台でございます。この車両は常磐線各駅停車でもともと走っておりましたけれども、まあ本当はですね廃車の予定だったんですけど、中央線へのグリーン車の導入が決まりまして、グリーン車の導入って結構時間がかかるんですね。まあ試運転して編成使ったりとかもしますので車両が足りなくなります。車両が足りなくなるので、じゃあどうしようかって言った時に、まあちょうどですね、常磐線各駅停車から引退した209系1000番台がありましたので、まあ幅広じゃないですし、車内も LCD ではなく LED ですし、結構設備は違うんですけど、まあでも新しく車両製造するよりはいいかなっていうところだと思うんですよね。で、この車両、ああ、もう発車？この車両を導入しました、ね、だからまあもちろんこの車両にはトイレはありません。そして本当は来る予定だった T71 編成も多分今後京葉線に、転属が予想されておりまして、まあ、それが理由でトイレの設置がされていないです。マジか。
まさか乗れるとは。放送が全然聞こえない。最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録高評価コメント X インスタスレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。バッジアイコンをご利用いただけます。真ん中の列はグリーン車、右端の列はグランクラスの方がご利用いただける特典です。かなり多くの特典をご用意しておりますのでご検討ください。またプレミアムグリーン車は値下げをしております。またここ最近 LINE のオープンチャットを始めました。ぜひそちらもご検討ください。メンバー様は限定のオープンチャットもご利用いただけます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。Thank you for traveling with us, and we look forward to saving you again. T71 がもともと運用に入ってたんですけど、どっかで運用が差し替えられて、まあ、99T もともと209系なんで、運用元に戻ったっていう感じですね。いやー、ちょっと意外なところで209系に出会ってしまいました。